はい、こんにちは、こんばんは。 YouTube の時間です。今日はね、特別編ということですけど、なんと下北沢駅からですね、井の頭線の高架下を使って、商業施設がバーンとできたんですよ。その名をみかん、なんというみかんっていう名前でね、オープンするんですけど、あさってオープンなのかな。こういうね、内覧会の招待状が来ています。それでちょっと内覧しちゃおうじゃないかと思ってるんですけど、まあこっから見えるんですよ、こんな感じね。今もうすぐ向かいが一生懸命ビルを作ってます。これは7月ぐらいにオープンする予定なんですけど、あっち側うっすらツタヤの看板が見えてますけど、ここが5階建てのビルができて、そのままズドーンと駅まで行けるということで、これから下北沢はここが一番中心になって盛り上がって人がワンサッカー来るんじゃないかなということで、でっかい本屋さんもできたしね、これ俺もよく行くんじゃないかなと思ってますけど、ちょっと探検に行ってみたいと思います。それでは、ちょっとやっぱ驚くね、賞味の話。こんにちは。禁止。かっこいい。これが制服なんですか？これ制服です。これもしくはこのハッピーです。ハッピー。かっこいい。素晴らしい。みかん。あら、こんなになっちゃうんだ。全然くね。いつもの見慣れた風景、やけにみすぼらしく見える。こっちはどうなんですか？こっちが夏頃オープンなので、2階に。ちょっとじゃあうちもおしゃれなブッキングしよう。ハルピとか言ってる場合じゃないかもしれない。これは何ですか？これはちょっとテラスで。サウナ？サウナではないと。あ、でもちょっと暖房が。すごい。こんなテントあるんだ。ちょうど暗さも相まって安静部屋から静部屋結構コンテナ使ったんですね。コンテナっぽい、でも本物じゃないんですけど。あ、本物じゃない。コンテナの外壁を使ったけど、本当は本物のコンテナを使いたかったんですけど、本物の
お寺使っちゃうと、天井が低くなったりとか、使いづらいとか。ああ素晴らしいルームができちゃいました、そこがいわゆるルームですか。そこ妹がいるのが最近増えてるんで、なるほど。この角度初めて見たね。ここまで来た人はなかなかいないんじゃないですか。ちょっと怖い。まあ、下北のイメージが変わりますね。あそこでU2 とかビートルズみたいにやってさ、ここから撮影するとかさ、そうですね、そっちも屋上ができるんで、屋上フェス、屋上フェス行き、屋上フェス参加します。楽しそう、楽しそう。すごかったっすね。なんかでもやっぱ新しい施設ってやっぱこうやってできてみるとワクワクしますね。これからまた新しいいろんなことが始まるんじゃないかとか、新しい出会いがあるんじゃないかなとか、とってもワクワクするし、下北沢音楽祭7月のやつとかもあの施設の一部を使ってできたりすると悲しいな。まあ一応ね、あの昭和信用金庫の駐車場で、僕らやることになってるんで、そこ注目しといてほしいと思うんですけど、駅から抜けてくると、そうね、ここ1分ぐらいですかね、9まで来るのに、とっても楽しい下北沢になると思います。皆さん遊びに来てください、下北沢。それではチャンネル登録もよろしくお願いします。